収まりました。スタートしました。さあまず先行争いですが、内から1番のロータスランド、ロータスランド果敢に行きました。サウンドビバーチが2番手、3番手は外からソダシです。あとはララクリスティーヌが行って、ルージュスティリア、クリノプレミアム、内に中段の内2番スターズオンガースです。さらにはクリノプレミアムをかわしてきました。12番ナムラクレア、残り 1200m を通過。その後には追走しますソングラインナミエル、内からは7番の伊豆城の奇跡、3コーナーをこれから迎えます。あとは後方にかけて4番アンドバラナウト、第3コーナーカーブ 1000m を通過。外は7枠2頭ディビーナ、ステラリア追走して 3,4 コーナー中間へ。あとは5番のスタニングローズ、後方から2頭目、最後方10番のサブライムアンセムで前は 3,4 コーナー中間を通過。先頭は1番のロータスランド、リードが首ほど、ぴったりと外16番ソダシが2番手につけて4コーナーへ向かいます。さらには外を回りまして15番ルージュステリア、第4コーナーをカーブ、内控えている2番スターズオンガース、直線コースに向かいました。さあここで先頭はどうか、ソダシか、ソダシ先頭か、頑張っているうち1番ロータスランド、残り 400m を通過する。あとはルージュステリア追い込んでくる、間から2番のスターズオンガース、あと外から追い込んでくるのがディビーナ、坂を割った。さあ先頭はここでソダシか、ソダシが先頭か、頑張っているロータスランド、スターズオンガース、ディビーナも追い込んでくる、間からは6番ソングライン、ソングライン追い込んでくる、ソダシ、ソングライン、そして外2番スターズオンガース、さあソングラインか、ゴールイン、ソングラインか、ソダシ、ソングライン、そして3番手がどうでしょう、スターズオンアースが3番手です。